ゲームズワークショップはイギリスのゲームと関連製品の制作、小売会社である。ミニチュアを用いたウォーシミュレーションゲームのシェアは世界トップクラス。ロンドン証券取引所には GAW のシンボルで登録されている。ゲームズワークショップはかつて W、シタデルミニチュアズという独立した企業を通してミニフィギュアを製造していた一方、ゲームズワークショップ自体は 小売業を中心に活動していた。ゲームズワークショップが他社製品の小売を始めてから、シタデルとゲームズワークショップの違いは小さくなり、最終的にシタデルはゲームズワークショップと合併した。現在、ウォーハンマー、ファンタジーバトル、ウォーハンマー4万、ロードオブザリングミニチュアバトルゲームの3つが流通している。これらのゲームシステムには、ウォーハンマーデルムス、ラストリアや、 シティーズ・オブ・レストアポカリプスといった追加ルールやサプリメントがある。これらのゲームは長く、ゲームズ・ワークショップの主力作で遊んできた人を対象にしている。そのため、主力作よりルールが複雑で奥が深い。ウォーハンマー・ユニバース・ウォーハンマー・4万ユニバース、ザ・ロード・オブ・ザ・リングス・ストラテジー・バトル・ゲーム・ユニバース、W ・ホージ・ワールドは、自身初のファースト・イン。 ハウスゲームをリリースしてきた。ミニチュア用の塗料や隠し工具を下出るカラーのブランドで販売している。詳細は項目3章。ウォーハンマーウォーハンマー4万他社によるライセンス作。これらのゲームはゲームズワークショップが作ったものではなく、似たようなスタイルのコンセプト及び美術などを用いているものである。これらのゲームは大きなおもちゃ会社が作ったものであり。 ゲームズワークショップやゲーム専門店のほか、一般のおもちゃ屋やデパートでも売り出された。インクイザターといった作品にはロールプレイングゲームの要素があるが、過去にウォーハンマーの世界観を用いてロールプレイング要素の作品をリリースしたことがある。その第一作は、1986年にリリースされたウォーハンマー RPG で2005年3月29日に新しい版が出た。 後にサードパーティーの販売会社に渡り、ワークショップの出版社である BL Publishing の子会社である Black Industries が販売し出すまでこの状態が続いた。ウォーハンマー4万、ダークヘレシーは w ウォーハンマー4万を題材としたロールプレイングゲーム3部作で2008年1月末に発売された後、すぐに売り切れた。 発売直後にあたる2008年9月、ブラックインダストリーズは、ウォーハンマーやウォーハンマー4万の小説の方が利益が上がると見られるため、ロールプレイングゲームのサプリメント本の出版を取りやめると発表した。その後ゲーム制作は続くという発表があったが、制作者はワークショップからサードパーティーのメーカーであるファンタジーフライトゲームズに移ってしまった。ゲームズワークショップは、 ミニチュアを用いた RPG ボードゲームに関して長い歴史を持っている。この会社のボードゲームも RPG の要素があり、ゲームの進行にミニチュアを用いる。ファンタジーフライトゲームズとの取引の結果、ブラックライブラリー社のロールプレイングゲームを含むゲームズワークショップの過去のボードゲームカタログに掲載されていなかった商品のライセンスはファンタジーフライトゲームズに移った。 ファンタジーフライト社は、すでに、これらのゲームの改訂版を再発行している。遺跡が発表された際、ブラックライブラリー社のボードゲームは、タリスマンの第4版だけだった。ファンタジーフライト社は、その第4版の再発行したが、現在のところ他社のゲームの発売はない。ゲームズワークショップは、ZX スペクトラム用ゲームのライセンス取得、制作を行ってきた。 いずれも通常のウォーハンマーの設定にのっとっていない。ウォーハンマーの世界を元にした多くのコンピュータゲームがサードパーティー企業から出された。元になったミニチュアゲームはゲーム名の後に続く格好の中にある。ゲームズワークショップによって毎年ゲームズデーというイベントが開かれており、ミニチュアのペイントコンテストゴールデンレーモンや最新モデルの発表、販売が行われているほか、 ゲームで遊ぶ場所も用意されている。ゲームズワークショップは3つのコアゲームのワールドワイドキャンペーンズを行っている。いずれのキャンペーンでも、プレイヤーは特定の時期にプレイしたゲームの記録を提出することが推奨されている。プレイヤーから提供されたゲームの記録をもとに、キャンペーンのシナリオをショップ側は作っていき、ウォーハンマーに至ってはそのゲームの記録次第で、 世界観などが変化していく。かつてプレイヤーはゲーム記録を郵送でイギリスまで送る必要があったが、現在ではインターネットで記録を送ることが可能である。いずれのウォーハンマーのキャンペーンも、プレイヤーに特殊なキャラクターに関するルールや不完全な勢力リストを記した最新版の写本が送られてくる。次に示すリストは、ゲームズワークショップワールドワイドのキャンペーンである。なお、 カッコ内は、そのキャンペーンが開催されている時のゲームの世界の設定である、これらのキャンペーンは、ゲームの宣伝やおもちゃへの関心を高めることで行われており、後者に関しては、ゲームクラブ、ホビーセンター、独立系の小売店などもターゲットにしていた。コミュニティ用のフォーラムは、作戦を協議したり、記録の提出の準備をしたり、ただキャンペーンの進行状況について話し合うための、 場として、これらのキャンペーンのために作られた。期間限定のミニチュアが、キャンペーンに合わせて出たこともある。例えば、ギムディオンデッドウルクハイというミニチュアはキャンペーンを行っている地域の店舗か、インターネット上でしか手に入れることができなかった。いずれのイベントは成功し、例えばあるイベントは何千人もの登録された参加者が来た上、ファンタスティックなジェットコースターみたいだと評された。 ゲームズワークショップの代表的な雑誌、ホワイトドワーフは、イギリス本国では345号以上、発行されている。また五つの言語による9種類の外国版もリリース、されている。当初は、ロールプレイングゲーム全般に重きを置いた、内容だったが、100号を超えたあたりから、ゲームズワークショップの商品を中心とした雑誌になった。この他にも、スペシャリストゲームズの援助を受けて、 ファナティックマガジンを発行していたが、第10号で観光をストップした。この雑誌は特定のゲームに向いたニュースレターを掲載していた。打ち切り後、ゲームズワークショップの公式サイトから、ファナティックオンラインというメールマガジンが発行された。アメリカのゲームズワークショップのウェブサイトが改装され、2008年に全世界向けのオンラインショップもリニューアルしたのに合わせ、 スペシャリストゲームズのウェブサイトは更新をやめ、スペシャリストゲームズのラインナップにあった商品はゲームズワークショップのウェブサイトで販売されることとなり、ファナティックオンラインも廃止された。また、モデル制作者や熟練のゲーマー向けの雑誌下出るジャーナルもかつて存在した。この雑誌には通常とは違うルールや軍隊が用いられており、新ルール採用のテストの場にもなった。また、 複数の編集者のもと、読者は二次創作物を投稿することができた。1980年代半ばの一時期には、パフィンブックスから、ファイティングファンタジーの雑誌、ウォーロックの出版権を取得していた。この雑誌は後に、一般的な入門誌となったが、13号で廃刊となった。かつては、 各種バトルゲームズ・イン・ミドル・アースもあり、ロード・オブ・ザ・リングのミニチュア・フィギュアが付録でついていた。ミニチュア制作はゲームズ・ワークショップが行ったが、雑誌自体はゲームズ・ワークショップの子会社である SGC が執筆、編集し、デア・ゴスティーニからアイルランド、イギリス、オランダ、フランス、ドイツ、スペイン、オーストラリア、オーストリア、ニュージーランド、ポーランドへ出版された。 この雑誌は、出版元の予想以上に人気が出たために、シリーズの完結はたびたび延長され、パック91まで続いた。バトルゲームズ・イン・ミドル・アースは、デア・ゴスティーに史上最高の売り上げを記録している。ウォーハンマーを元にした小説や漫画が、ブラック・ライブラリーから出版されている。また、エイドリアン・スミスといった、ゲームズ・ワークショップに在籍するイラストレーターも、画集を出している。 ありがとうございます。